こんなにもひどいあの乙女芸世界にも素晴らしい出会いがあった。それは完璧紳士のお茶の師匠。結婚相手の女性を見つけるのではなかったのですか？もちろんそっちも探すさ。次回そこの彼女お茶してかない？軽薄なセリフですね。